ヘルシンキバンター国際空港はフィンランドのバンターにある国際空港。ヘルシンキ国際空港、バンター空港と呼ばれることもある。ヘルシンキバンター国際空港ヘルシンキバンター国際空港、滑走路33フィンランドの首都であるヘルシンキの北1 5トルに位置する。フィンランドでは最大の空港であり、北欧のみならず中央や東欧や アジア各都市へ向けた便のハブ空港として機能している。また、日本と欧州を結ぶ最短飛行距離の空港である上に、乗り継ぎ所要時間も短いため、毎年多くの日本人観光客が利用する。フィンランドのフラッグキャリアであるフィンエアが東空港を拠点空港としている。1983年、ヘルシンキから東京へ、ヨーロッパの航空会社では初となる。 ノンストップ便の就航を果たして以来、注目を集めるようになった。それから、香港、北京、上海、バンコク、シンガポール、デリーと路線が拡大している。また、2013年7月1日から、アジアの航空会社として、初めて、日本航空が東京、ナリト線の就航を開始した。以前からあった、ヘルシンキ丸ミ空港が、手狭になってきたこともあり。 1952年にヘルシンキで開催された夏季オリンピックに合わせて開港された。2009年12月11日に全面リニューアルした。利用者の増加に合わせたもので、長距離専用の出発ゲートを増やしつつ、新しいバゲージハンドリングシステムを導入して MCT を維持。同時にフィンウェアもアジアと欧州をつなぐ戦略の強化のため、同空港に ラウンジとスパをオープンした。ターミナル1ターミナルに2 0 1 1年12月15日、フィンランドのスーパー、アレパがオープンした。場所はターミナル二のホールにバイトの到着フロアで制限区域外。営業時間は24時間365日。2012年2月9日、世界初の空港内、アングリーバードショップがオープンした。アングリーバードは、 フィンランドのロービーをモバイル社が開発したゲームで、スマートフォンアイホーン用のゲームから現在では、アンドロイド端末機種やタブレット PC でも楽しむことができ、世界中に多くのファンを持つ。ショップは国際線が就航する支援源協定、非加盟国エリアのターミナル2にオープンした。ありがとうございます。